シャテルペロン戦闘機、シャテルペロン文化とは、西ヨーロッパ高気球石器時代初期の約3.6万年前から3.2万年前に栄えた文化。フランス、アリエ県のシャテルペロン洞窟にちなんで名付けられた。時代的には、ムスティー文化の後、グラベット文化、オーリニャック文化の前の文化である。このシャテルペロン文化は当初こそ、オーリニャック文化前期。 ペリゴール文化前期のものと考えられていたが、現在は独立した文化として考えられている。ネアンデルタール人が営んだムスティエ文化とクロマニョン人が営んだオーリニャック文化の狭間となる文化であり、初期のオーリニャック文化にはシャテルペロン文化と重なる遺跡も存在する。シャテルペロン文化ではムスティエ文化と後期旧石器文化と共通する技術を持っており、 シャテルペロン文化層で発見される遺物の半数が石人をもとに作成されている。また、フランスのクロッテ・ドゥレーヌ遺跡では、象毛のビーズ、穴の間動物の歯、マンモスの牙で支えていたと思われる住居跡なども発見されている。このシャテルペロン文化は、フランス西部とスペイン北部における石器文化であり、当初は人類初の石人技法を扱った文化であることから、 ホモ・サピエンスが営んだ地方文化で後期旧石器文化時代のもの、もしくはムスティエ文化の後の中期旧石器文化の最終章であるかは議論がされており、当初ヨーロッパに移住した初期のクロマニョン人が伝えた文化と多くの学者らが考えていた。アルシュルイコールキュールで発見された骨細工しかし、フランスのサン・セゼル。アルシュルイコールキュールとアルシドークツ群の トナカイ洞窟において、ネアンデルタール人の化石とともに、シャテルペロン文化物が発見されたため、ネアンデルタール人が営んだ文化と現在は考えられている。特に、サンセゼールのシャテルペロン文化層で発見された遺物は、最良のものであり、特徴的なシャテルペロン戦闘機の特徴を備えている。なお、この時に発見されたナイフは、 ムスティエ文化のアシュール伝統ムスティエ文化 B 型のものに類似していたため、フランソワ・ボルドは、シャテル・ペロン文化が、アシュール伝統ムスティエ文化 B 型に基づいて進化したものとしていた。これに類似したものとして、旧石器文化と上部旧石器文化の特徴が混じり合っているイタリアのウルッツァ文化、東欧のセレタ文化複合があるが、これらもシャテル・ペロン文化と同じく、 ムスティー文化から進化したものとされていた。しかし、これには、異論も存在しており、サン世ゼールで発見された石器は、シャテルペーロン文化のものだけであり、中東や南部アフリカにおいて、同じように石人を用いていた先上部級、石器文化群がこれらの文化より古い時期に発生して、消えていった例があることから、ネアンデルタール人らは、独自に、上部級石器製作技術を手に入れたのではなく、 新たな技術として他のものを模倣した結果であるとする説もあり、シャテルペロン文化は新人が営んだオーリニャック文化の出現時期と同じか、それより遅れた時期に出現したことからその理由が説明されている。1。現在では後者の説が支持されており、シャテルペロン文化はネアンデルタール人が営んだ文化で新人が営んだ文化を模倣したものとされている。また、 熱ルミネッセンス法によってサンセゼールのフリント石器を使用して年代が測定された結果約36,300年前と推測されネアンデルタール人が3万年前まで生き残っていたことが明らかにされたイギリスの学者ポール・メラーズはこれらを文化変容の一例としておりオーリニャック文化を営んだ新人らが東ヨーロッパから西ヨーロッパに至るにつれて ムスティー文化を担っていた人々がその技術を習得して身近な目的に使用したが文化の移植が起こることはなかったとしている。2。このシャテルペーロン文化の終焉はネアンデルタール人の消滅を意味しており、スペイン、フランス製南部でのみ発見されることからネアンデルタール人らが徐々にその勢力を失う様相を表しているとする説もある。ただし、 ポルトガルのフィゲーラ・ブラバ洞窟で3万1000年前と推定されるネアンデルタール人の骨の断片が発見されたことはネアンデルタール人が最終期をイベリア半島で過ごした可能性があるため単純化しすぎという声もある。ありがとうございます。